スタジオの時間です。今日は、原真理子のグローバルビレッジです。今日の東京はかなり暑かったですが、皆さんの地方はいかがでしたでしょうか。さて、今日は日本映画の国際化について考えていきます。今日のゲストをご紹介しましょう。山梨県立大学国際政策学部国際コミュニケーション学科教授、前澤哲司さんです。お願いします。前澤さんは大学を卒業後に勤務されました。ソニー PCL 株式会社勤務時代はハイビジョンソフトの伝道師と呼ばれていたそうです。広報室長時代には日韓の映画制作支援メセナ活動などをされていました。2001年全国フィルムコミッション連絡協議会を設立して副会長に就任、そして5年から山梨県立大学で教鞭を取っていらっしゃいます。どうぞよろしくお願いします。はい、まあ、前澤さん、本当に、まあ、前澤さんの人生を見させていただくと、人生っていうお年でもないですけれども、本当にいろいろなプロジェクトを立ち上げられて成功されていらっしゃるんですね。でも今日はですから本当にいろいろ私お話をお伺いしたいと思うんですが、はい、まずは日本映画の国際化についてお伺いしたいと思うんですけれども、前澤さんはどうして全国フィルムコミッション連絡協議会を立ち上げられたんですか。私映画ファンだったんですね。映画たくさん見ていますけども、最近というかもう15、6年前からあんまりこう、いい作品がなくなってきたんですよね。で、いろんな海外の映画祭とか行っていて、でその時にこう見るとですね、基本的にヨーロッパの作品になってみんな合作なんですね。共同制作、はい、行われてるんですよ。日本だけね、なんとなくドメスティックなの。要するに多くはテレビ局が関係していて、はい、で国内マーケットだけをやっていて、でもそれがね、国際的に評価されてないんですよ、はい。よく映画の海外の映画の人といろんな話をすると、なんか日本の映画ってテレビっぽいよねって必ず言われちゃう。でそれ市場性がないってことなんですね。だからどんどん外にその映画が出てくるような形のことをしたかったんです、うん。そのテレビっぽいねってどういうところが違うんですか、映画と。なんとなくわかるけどテレビの出身では分からないと思うんだけど、例えばドラマ、はい、撮り方は随分違うと思いますよ ね。ドラマっていうのは基本的に、はい、スタジオで多く撮りますよね、はい。でやっぱ段取りを作ってディレクターがカットするわけですけど、やっぱりかなり時間に追われてますよね、はい。だから、いろんな人が一応キャラクターを持っていてこう動くんだけども、基本的に分かりやすく作るっていうのが主体ですよね、はい。だからアップが多用される、あるいはナレーションがたくさんある、モノログがあるみたいなことが多いんですね、うん。映画って非常にこう広い大きな画面で見るので、画面全体の中でどう見るかっていうふうになるんだけど、テレビっていうのはやっぱり見えるように作っていかないとチャンネル変えられちゃうので、はい、そこら辺でやっぱりこうテレビっぽい作品がたくさんあるわけ で、それはね、やっぱり世界的には評価されないんです。でそれをするためには、まあ日本の映画の方々がですね、国際的な共同制作の場所をいっぱいこう提供することが必要なんじゃないかと、はい、と思ったので、その一つの手法として世界では当たり前ですけど日本にフィルムコミッションなかったので、はい、日本にフィルムコミッションを作ってですね、はい、海外からいろんな制作の人が来て、その共同ですることによって、はい、まあ、気の利いた人は自分でシナリオを書いて売り込むとかですね、はい、まあ、一緒にハリウッドに行って何かやるとか、はい、いろんなチャンスが生まれるんじゃないかと思ってですね、はい、でそのためにフィルムコミッションを作ろうというふうに思ったわけです。あ、なるほどね。まあ、そうやって今前澤さん海外の映画事情詳しいわけですけれども、いろいろな映画祭をだから いらしたわけですよね。そうですね、フィルムコミッションやるようになってから特に、はい、行くようになりました。はい、いかが、写真をちょっと見せていただきます。これ見えますか。そちらの画面に出してもらいます。はい、もうすでに出ていますけど、はい、まあ、これカンヌなんですね、はい。
カンヌというのはご承知のようにコートダジュールというフランスの南にあるところなんですけど、もともとは小さな港町なわけです、はい、でそこに、1946年から映画祭が始まったわけですけど、はい、今やカンヌというのは、CM の世界でも世界大会が行われますし、いろんなマーケットがあったりして、そのいわゆるイベントシティになってるんですね、はい、でこういうものっていうのは大抵ね、このいわゆる小さな町でやるっていうのが、はい、映画祭一色になるということでしょうか、はい、いろんな高級ホテルがたくさん並んでいます、有名な、このコートダジュールの綺麗な砂浜があって、はい、一番お金持ちの人は飛行機で来なくて船で来るっていう、なんですけどね、見に行くのに100万円ですね。いや、そうでその時だけはホテル代が3倍に跳ね上がってですね、はい、中でも通常1万5000円ぐらいとか4万円になってしまって、はい、1泊だけしようと思っても1週間以上じゃないと泊まれないみたいなこと、高飛車な対応をしてるんですけど、一番有名なのがこのパレというですね、はい、いつも俳優さんたちが赤絨毯を踏みながら行くところですけど、そこにいつも、映画祭期間中にはたくさんの報道陣とたくさんの観客がいて、映画の人がこう待ってるわけですね、はい、で、こういう雰囲気で、たくさんの人がこう、ドレスコードでやってる、はい、で、時によってはいろんなアメリカにいろんなテロなんかあるときはかなり警備が厳しかったりして、はい、やっています。これ報道陣が一応全部三脚を立てているわけですね、こういうところからみんなチケットを取って、自分のチケットを取ってやるんです、はい、考えませんと不思議なことにっていうか世界で唯一だと思いますけど、はい、チケット売ってないんですよ。売ってないんですか？どうやって入るんですか？全て招待者、レジストレーションしないと入れません。でレジストレーションというのは招待者といっても別に招待ただで招待するんじゃなくて、はい、4万円ぐらいのお金を払うんです。そうすると一応そのパスをもらえてですね、はい、それも通常の人は入れないことになってて、はい、映画関係者という証明がないと入れてくれないです、はい、でたまたま私はフィルムコミッションやってた関係でフィルムコミッションというチェック項目があってですね、はい、それでレジストレーションできた。大学の教員だと入れないですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。でそういうところでこう、一応パスをもらってやっていて、でこういう映画祭、59年の3年ぐらい前ですけどね、はい、こうチケットを取るんですけど、チケットを取って取れない人は当日並ぶと、はい、でこれが有名な赤絨毯なんですけど、赤絨毯っていうのは、俳優さんがいっぱいこう上がってきますよね、はい、俳優さんの道じゃないかと思うと大間違いで、はい、実は通常の人もここからみんな上がるんです。入場する人はみんなちょっと先行って、ね、赤い絨毯を、そうです、私が前澤さんですね映ってますけど、はい、というふうにこういうところでこう入っていくんですね、はい、全部観客が入った後に、監督とか俳優が後から入ってくるというパターンなんですけど、はい、なんか写真撮影禁止ですけども、こういうふうな、きれいな階段状になってる、はい、すごいこうたくさん収容できるところですね、はい、このインターナショナルコンペティションという世界の一番いい作品を選ぶというところの観客席ですけども、カンヌ映画祭というと私たちにしようと随分その女優さんとか見るから、こうドレスアップって印象があるけど、見る方は普通の格好なんですね。夜はドレスコードがあれです。そうなんですか。女性はドレスで、男はタクシードって決まってます。あ、そうですか。でたまたま夫婦で行っててですね、一応その会場まで行くと、行く間にカメラマンがいっぱいいて、はい、カメラでいっぱい撮影してくれて、これでここの店に来ると写真売ってあげるよっていうのをやってるんですよ。ね、前それちょっとこれって話してるけど、ニースとか行った時に、だいぶ前ですけれど、私がイギリスに住んでる頃ですけど、女の人って夜結構美容院って綺麗にする人多いじゃないですか。だからそういう風にして普通の方がカンヌ行くとも美容院とか行ってみんな女おしゃれしてでしょう、ね、当然いらっしゃるんでしょうね。で俳優さんたちもですね、はい、近くのマジェスティックホテルとかカールトンホテルって高級なホテルに泊まってるんですね、はい、泊まってるんだけどそこから歩いてこないんですよ。必ずその赤絨毯の前のところに、ルノーが一応スポンサーしていてですね、はい、その車でわざわざ5分間乗ってくると、はい、でそこで降りて皆さんがこうショーアップした中に入っていくという、これちょうどダヴィンチコードのソニーのやつですけど、はい、実はですね、国際化っていう中でカンヌ映画祭って非常に重要なんですけど、はい、通常カンヌ映画祭っていうとその今言ったようにパルムドールという最高賞があって、はい、グランプリって第2席があるんですけども、はいはい、賞を取ったとか取らないとかっていうことだけが通常は紹介されてるんですけど、はい、実はですねカンヌ映画祭の本質というのはマーケットにあるんです、はい、実際のインターナショナルコンペティションとかといわゆる公式上映されてるのは100本ぐらいしかなくてですね、はい、実はここに映っているマルシェドフィルムっていうマーケットですね、はい、でマーケットだと600本ぐらいの上映がされている、はい、
で好きな試写会に行ってそこで面白ければそれを買い付けると、で売り買いをするというのが、まあ、カンヌの本質なんですね、はい、でそのために世界からたくさんの方がバイヤーとセラーがいっぱい来て、はい、商談を重ねるわけですね、はい、いろんな試写会があっていろんな毎日のように雑誌が不良配布されてこうやってマーケットで商談を行う、はい、というとですね、小さな映画館で映画館がいっぱいあってですね、20ぐらいあって、はい、で皆さんバイヤーも、バイヤーというか買う人たちは入ったら入って面白いと思えばそのままいるけれど、はい、面白くないと思って5分で出てくるんですよ。あら、まあ、でまた次の試写会場に行くと、あ、だからバラバラ動いているこう、でも監督としては途中で出ていかれたらショックですよね。ショックですよ、もちろん。でもしょうがないですよね、しょうがないです。でもそういうところヨーロッパの人はっきりしてません？これ商売ですから。ああ、でも私ね、ロンドンでバレエを見た時とかも、外国から来たバレエ団が良くないと幕張に帰っちゃう人結構いますよね。ああ、いますよね、それはそうでしょうね。あれがやっぱり、日本の人と、まあ、とりあえず最後までいるじゃないですか。日本の観客ってね、なんか不思議なんですよ。これ教育されていてですね、はい、映画って鑑賞するものだと思ってるの、だから最後まで見ないといけないっていう脅迫観念を持ってるんですよ、はい、他の国の人たちはどっちかというと楽しむっていうこととか、はい、面白くないなら出るっていうのがまあ通常なんですね、はい、日本の観客って非常にこう真面目に教育されてる。それが逆に言うと映画の楽しみ方を失ってんじゃないかっていう感じもしますね。ごめんなさい、先生です。はいはい、私はいろんな映画祭とか行ってですね、はい、いろんな国に行くんですけども、その時に必ず、はい、いろんな、国の映画館に行くんですよ、はい、で例えばエストニアとか、はい、行くんですよ。で行ってですね、映画チケットを買おうとすると、これエストニア語だぞ、うん、あんた日本人だろ、分かんないだろ、分かんなくてもいいんだって言ってます。それで無理やり入るんです。なんか映像っていうのは結構話のストーリーラインが大体分かればですね、大体分かるんです。で面白いかどうかっていうのはいろんな撮り方とかいろんな演出の仕方で結構楽しめるんですね、はい、うん、でだからそのいろんな映画をいろんな形で見るというのが、まあ、海外に行って映画見るっていうのはすごく楽しみですね、うん、インドなんかに行くとみんな家族で騒ぎに来てる、ね、ネパールもそうですね、日本は黙って最後まで、それとエンドクレジェットが終わるまでずっといるんです。見なきゃいけないって言われててもなのか、うん、ね、韓国の映画館はエンドクレジットになってバチッと切ってもう明かりがつけちゃいますからね。あ、そうですか。そうです、日本人だけですよ最後の見てるの。不思議です。昔なんか日本人はあれ途中で出すからいけないって子供の時聞いたような気がするんですが、だから教育がなんかそういうふうな教育になってしまって、あとカンヌパーティーがいっぱいあるんですね、うん、いろんなパビリオンがあって、はい、毎日のようにいろんなパーティーがあって、はい、そこでいろんな交流をする、はい、お互いにこう情報交換する、まあ、日本のブースもできたりするんですけども、そういうふうに、まあ、カンヌの良さっていうのは世界各国のいろんな映画人が集まって、はい、お互いの企画を話し合ったりですね、はい、共同でやるとか、あるいはお互いの国に行って撮影するとかっていうコネクションをつけるとかっていう人は非常にこう有意義な場所なんですね。そうですね、厚さ5センチぐらい の, そこの参加者リストっていうのが、はい、できるんですよ。それを一応登録した人にみんな配ってくるんですね。重いんだけども、それに全部の国の全部顔写真付きの E メールアドレスが全部載ってるんです。だから世界各国にコンタクトしようと思えばそのアドレス帳から E メールする。いいですね。それは価値がありますね。価値あります。あ、さっき4万円とか言ったけど、これミニの4万円でいかれるんですよ。4万円っていうのはなんか4万円っていうのは映画を見たらこれ入るためのレジストレーションです。入るためのレジストレーション、4万円なら、なんかカンヌ、この間カンヌ広告祭のですか、うん、ゲストに来ていただいて、なんかすごく高いんですよ。もっと高いですよ、あそこは、うん、もっと高いです。何十万みたいな、ね、そうです、そうです。で個人ではとても行かれるようなお金じゃないけれども、はい、今いろんなパーティーが行われて、映像ずれるんだね、これ。あ、そうなんですそちらとこちら映像ずれるんです、はい、そうですか。じゃあ話が先行するわけだ。あ、いえいえ、見てる方は大丈夫ですよ、です一緒に行きます、はい、でカンヌの次、はい、カンヌの次、これロカルノですね、スイスのロカルノ、はい、ルガノっていうところのすぐ近くなんですけども、はい、これも歴史があってですね、もう今年だと64回目になりますけれども、はい、これもやっぱりリゾートなんですね、はい、湖のほとりにあるロカルノ、ロカルノ映画祭っていうのは12大映画祭の、まあ、一つと言われていて、はい、どっちかというとアーティスティックな作品をたくさんやってます。だから工業的な価値があるかどうかはちょっと別なんですけども、はい、お客さんは同じように、同じようにっていうか、カンヌの場合はギラギラしたビジネスマンがいっぱいいるんですね、うん、
ここは保養地なので、はい、ヨーロッパ中でこのロカルノ映画祭をきっかけて見たいために、リゾートとして保養してる人がいるんです。でその人たちが1年に一遍すごい楽しむと。だから国籍バラバラで結構シルバーの世代の方がたくさんいます。あ、そうですか。制作する人は若い人が多いんですね。見る人は高齢者の方が多いんです。で、いろんな日本のアーティストっていうかアート系 の作品を作ってる人はたくさんいますけども、そういう作品も結構ここでフューチャーされるんですね。だからただ日本の映画といってもですね、日本でも有名じゃないような映画がたくさん公開される、上映されるんですけども、結構いっぱいなんですよ。400人なんてザラで1000人ぐらい、あっという間いっぱいになります。例えばどんな映画ですか？河瀬直美さんの作品とか、はい、日本でも渋谷界隈でちょっと上映するぐらいのもんだと思うんですけど、それが1000人の人が入ってくるんですよ。そうすると、制作者にとってはすごくありがたい。そうですよね。でなぜなのかっていうことなんですけど、これも日本の観客と若干違うのは、もともとその文化に触れる、つまり映画っていうのは芸術であって文化であるという認識がヨーロッパ人にはすごく高くて、でそのためにいろんな多様な映画を見たい、いろんな作品を見たいっていうふうに思うんですね。日本の中の日本の観客っていうのはマスコミとかでこう知られている、知っている映画を見に来るっていう、ここは知らない映画見に行くっていう、そこの気分の違いが大きいんですね。イギリスとか私が留学してる頃、週末は映画を見に行くのが学生の楽しみですね。みんなで約束していくっていうね。何でもいいわけですか？でもその私のいた町でかかってるから、どうしてもね、シネマコンプレックスにかかってる映画ですから。まあ、タケシの映画とかやってましたよね。でもアートシアターみたいな一件ありましたけどね、チョムスキーのなんかその映画かけたりとかしてましたけれども、でここもちっちゃな町なんですけどね、やっぱりその長い歴史の中でいろんな工夫をしてんですね、はい、でここはヒョウ柄をモチーフにしていて、ヒョウ柄グッズをたくさん売ってるんですよ。ヒョウ柄であればこうロゴマークと違いますので、はい、いろんなところにこう展開できるんですね、はい、車にもヒョウ柄がついてたり、はいはい、いろんな買い物、タオルだとか帽子だとか、はい、いろんなものにそうなって、いわばスイス人の知恵みたいな、はいはい、スイス人っていうのは観光とですね、イベントで食べてる人たちですよね、はい、だから非常にこう長けている、はい、でこのロカルノ の街のちょうど真ん中に、すごく巨大なスクリーンが設置されて、はい、9時半と12時半と 夜になってから2回上映するんですね、はい、約7000人の方がそこに入ります、はい、もちろんだから交通機関はそんなに頻繁に出ていないので、はい、泊まってる人ですね、ここに泊まってる人がみんな見に行くという、映画なんですけど、これなんかでもやっぱり日本の映画も結構流されます。そんなメジャーじゃないものもやるんですよ。びっくりしますよね、7000人見るのか。そうですね、それ他に、サンセバスチャンとか、はいはい、その後ですね、だんだん時間がね、はい、これサンセバスチャンですけど、サンセバスチャンっていうのはスペインの一番北の方です。ビルバオとかの近くなんですけども、はい、そこはやっぱり保養地なんですね。映画祭って保養地で行われることが結構あって、はい、でここも結構長い歴史があるんですけども、はい、古い町並みの中に近代的な建物があります、はい、これが映画祭の会場になっているんですね、はい、でこの時は54回ですから、もう戦後間もなく始まっているんですけど、はい、ここもですね、いろんな映画祭、世界12大映画祭の中の一つで、はい、割とこう、アートだけに入ってるわけじゃなくて、いろんなもので混在している映画祭で、はい、やはり同じようにリゾートなので、はい、サンセバスチャンに住んでる人、あるいはサンセバスチャンで高齢で住んでる方とか、はい、文化とか映画にこう飢えてるっていうか、見たいと思ってる人は集まってくるんですね、はい、非常にこうこの中の観客も結構同じように階段を踏んでいます。これはプサンなんですけど、はい、プサンはロカルの映画祭の巨大なスクリーンを真似てですね、はい、ヨットセンターというところで5000人入るところでやっています。よく雨が降るんですね。雨が降るとみんなカッパを着ながら見ると、はい、で最後にみんなでこう感動し合うみたいな、はい、ところですね。昔のど自慢という映画があって、のど自慢という映画がここで公開された時に、はい、雨が降ってきてですね、映写機が故障しちゃったんですね。あら。で故障して直すためにずっと待ってるっていうわけにいかないので、はい、韓国人のすごいなと思ったのは、はい、アドリブでカラオケ大会やりましょうとか言って、アカペラでみんな歌い始めるんですよ、はい、それで直ったら上映始めたというエピソードもあります、はい、他にですね、映画祭とちょっと違いますけども、はい、
いろんな国の映画の状況をいろいろ調べてですね、はい、私どもは日本の中のフィルムコミッションなので、はい、日本の制作状況を話すと同時にそれぞれの国の映画の制作状況を聞いてくると、はい、でお互いにネットワークを組みましょうという仕事をしてたんですね、はい、そのために、まあ、たまたまここに入っているのはリトアニアですけど、はい、リトアニアのビリニュスという首都の近くに、ね、はい、もともとソビエト連邦だったわけですけど、はい、1991年から崩壊してですね、独立して、はい、でそこに昔のいわゆる社会主義国の中の撮影所はあったんですけど、はい、もうボロボロで使い物にならないので、はい、国のお金も使ってですね、はい、映画のスタジオを作ってるんですよ。でリトアニアって年間でもね10本ぐらいしか作ってないんです。それでもやっぱこういうのは戦略的にあるんですね。すごいですね。日本の場合はなかなかそうはなんなくて、東方とか東映とかスタジオありますけど、はい、都心にありますよね。そうですよね。だから広い土地作れないんですよ。で一時期山梨に作ったらって見学したんだけど結局知事も何にも反応せずに頓挫しましたけど。他になんかチュニジアとかも、これそうですね、これがどこですか。これがですね、ラトビアですね。ラトビア、リトアニアの隣です。うん、ここはもう、はい、有名な独立戦争を描いた映画が1本だけ作られてですね、はい、これは国を支援して作ったので、予算を立ててオープンセットを組んで、実際に街並みを再現してやっています。はい、それ以降、映画作られていません。はい、それだけ、ね、大変なんですね、映画作るって。これだけセットを作ったら大変ですね。そう、大変なんです。で日本の場合はね、年間どのくらい作ってるんですかって聞かれるんですね、はい、年間300本ですって言って、そんなに作ってるんですか、はい、驚かれますよ。テレビドラマ作ってるのかと思われちゃいますね。そうですね。で日本の場合はとはいえね、はい、とはいえ日本の制作者っての作れないって文句ばっかり言ってるんだけど、はい、こういう国で作ってる人がいるんですよね。何年もかけて企画を温めて、資金をヨーロッパ中から集めて、でスタッフなんかは外国の映画学校に行って勉強した人を集めてくるんです、うん、それでいろんなお金を集めてやるわけですよね。チュニジアですね、はい、これチュニジアですね。チュニジアの、このジュゼッペ、トリナントカレっていうご存知ですか、ニュー、はい、シネマパラダイスっていう映画とか、はい、戦場のピアニストとかっていう映画を監督した、はい、監督はシチリア生まれなんですけど、はい、イタリアの。そのシチリアの自分が生まれてから成人になるまでの、自伝的な作品を作るために、はい、チュニジアのチュニスにこのセットを組んだんですね、はい、でもちろん本当はシチリアで撮るべきかもしれないけど、はい、近代化しちゃったためにですね、はい、それと子供の時から大人になるまでってい う, こう時間の流れをずっと撮るために、はい、やっぱセットを組みざるを得ないということで、チュニジアの人とイタリア人が共同してセット組んだんですね、そのまま残っています。でかなり本物の志向の建物ですね、はい、でこういうふうに一つずつ映画っていうのはですね、大変な労力をかけて作ってるわけですけど、はい、本当にね海外に行くと本当の情熱、つまり映画を作るっていう情熱で一生かける人がたくさんいるんですね。そうですね。だから日本の場合なんとなくお金も、それなりに回っていくので、はい、少なくともいいんじゃないのっていう感じの作品も、ここまでですね、一旦これ切りましょう。はい、はい、ちょっと時間が押してしまったんですけど、ちょっと飛んで、はいはい、東京国際映画祭のこともちらっとお聞きしたいんですけれども、うん、いかがでした。なんか東京国際映画祭では日本シネマフォーラムのディレクターをされていたんですね。そうですね、2002年ですけれども、はい、会社辞めてですね、会社辞めた途端にディレクターになるということで辞めたわけですけど、はい、実際に半年間 1回しかやらなかったんですが、東京国際映画祭っていうのはですね、あんまり評判のいい映画祭じゃ実はなくて、割とお金はたくさんかけてるんだけども、うん、なんかこう交流するチャンスが少ないんです、うん、でそれで交流するチャンスを作るために、映画人との交流を作るために、シネマギャラリーとかですね、いろんなシンポジウムとかいろんなパーティーとかを企画して、その時に海外の人いっぱい呼んでですね、ブース展開をしたりしたんですけども、だんだんその頃から比べれば、東京国際映画祭はいろんなこう 血の香るようなプログラムが増えてきてですね、はい、今六本木ヒルズでやってますけれども、はい、例えばこのカフェがあって交流する場所が日常的に行われていると、はい、あるいはボランティアもたくさんやっているというのは随分変わりましたね、はい、さて山梨県立大の今教員でいらっしゃいますけれども、山梨県で映画にまつわるいろいろなプロジェクトをやってらっしゃいますけど、はい、
と押してしまったんです。すいません、話は飛びますけれども、はい、あの山梨県立大でいろいろやってらっしゃって、私はフィルムコミッションのことやってたので、はいはい、山梨でもフィルムコミッションに協力できるようなことはないかと思って、はい、こういうあの IDP と山梨ディスカバラープロジェクト、はい、山梨で発見者になるというプロジェクト、はい、何があったかというとですね、あのフィルムコミッションというのは日本全国も150ぐらいたくさんあるんですね、はい、でそこがだいたいホームページでこんなとこがいいとこあるよとかって紹介してるんですけど、多くのものが観光写真なんですね。で映画とかっていうのは観光写真は使わないんです。うん、でもっともっとこう味のある写真を使うわけですね、はい、そのためにデータを取らなきゃいけないので、学生に全部の市町村、うん、6年間かかりますけど全部市町村回って、はい、いろんなデータを取ったんですね、はい、でまあ、パソコンの中にちょっとだけあの写真があるのでこうやってバラになりますか、はいあのまあ、ランダムに別になんてことはないんだけど、面白そうな写真、廃屋とかですね、そういう、あボロボロの廃屋、こういうのは結構ね、あのいろんなもので不思議な階段とかすごいですね、これの建物もいろんなこうあの要するに角度があって、立体的になるものが結構いいんですね。平面的なものって絵にならにくいので、というふうなものですね。たくさんいろんなものがありますが、なんかレールがあったり、まあ、石庭みたいなのがあったり、そうですね、まあ、こういうなんかドラマが起こりそうな、そう本当いいとこたくさんありますね、こうやって見るとね。そうですね、ただこれ観光写真にならないですからね、こんなもの出されないですけど、まあ、こうスタッフがミーティングして、うん、これを学生オーガナイズして、大体もうプロジェクト終わったんですか？終わりました。6年間かかりました。はい、去年終わりました。これがまあ最後の最後っていうか去年ですね。はい、去年行った時の車5台でわっとある自治体に行くんです。はい、こういうことをやってました。うん、いやなんか学生にまあね、うん、映画作りをまた進めてらっしゃるとか、はい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 、前澤さんは大学卒業するとき映画を卒論の代わりに作られたという。そうなんですよね変な映画作ってね、もうあの自分はまさに才能がないなと思いましたけど、今あのたまたまですね、はい、山梨で大学がですね、山梨映画祭っていうところの事務局やってるんですよ、はい、あ、はい、で日本全国150ぐらい年間映画祭ってありますが、大学事務局ってことはないと思う。そこになんか今チラシ、これ去年のチラシなんですけど、去年のチラシですね、この時はまだ大、あこの時にはもう大学の事務所が移動したという。残念ながらこれはあのあれです、実は地震の直後だったので、そうです、地震の計画停電のために、はい、中止になってしまいました。で、でその関係でですね、はい、映画祭じゃなくて、私 の, ああの関係、映画祭に関係してた、はい、女子大生、今3年生なんですけど、はい、菅野さんという人がいてですね、菅野さん陸前高田の出身なんですね、はい、で陸前高田の出身 の, あの子なんだけども、たまたま映画祭にも関係してたり、あるいは自分で番組をちょっとこちらの授業で作ってたりして、まあ、その自分の家は全部流されちゃったんですよ、うん、でボランティアに行ったりしていろんな人と交流することをなんか記録に残したいというふうに言い出してですね、はい、で20分ぐらいのものを作りたいと言ってたんですけど、はい、まあ、映画祭もあることだし60分ぐらいのものを作ったらっていう話をして、まあ、たまたまあのこれ の, あの企画チームっていうのを山梨映画無人という有名の人と書いて無人っていうんですけど、はい、そこにあの一応顧問で蔡陽一監督を呼んできてですね、で彼女がまあ自己紹介したんです、はい、だから君はね絶対映画撮るべきだと言って、うん、でその後7月に一遍同行して写真を、はい、同行して取材をして、はい、でまた8月になってから自分でカメラを持って、そこに行ってます。何かの大きな本物のカメラもついて歩いてるみたいです。 NHK が同行取材してるそうです、朝日新聞と山梨日新聞がまあ同行取材して、はいはい、私も朝日新聞でこの記事を読ませていただきましたので、はいはいはい、あの東京版にも出ていたんでご覧になられた方も多いと思うんですが、はい、ですね、まあ、実際に撮ってきて私は1回しか付き合ってませんが、それだけで5時間半撮ってきましたから、その後自分でまた撮ってますね、多分、あの10時間ぐらいから編集をすると。ただ通常の番組作るわけじゃないので、はい、彼女の思いをそこの中でつなげていくっていうのでちょっと変わったドキュメンタリーになるんじゃないかと思います。でこれもあの今年、11月の20日ですね、はい、山梨映画祭っていうのがあるので一番最後の日に、はい、上映することになっています。あ、じゃあ今編集作業で忙しいですね。そうですね、はい、まあ、いろんな写真がありますが、
まあ、ちなみに山梨映画祭今年は10月の23日と11月の19、20ですね、はい、いろんなプログラムがあって、今あの山梨映画祭っていうのでインターネットで、9月の1日にアップしますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。そうですね、あ、山梨でもいろいろなことやってらっしゃいますね、はい、あとはなんかそれであの、まあまあ、前澤さんはいろいろ経歴を最初の話に戻るんですけど、はいはい、拝見すると、まあ、定期的に人生を変えていらっしゃるという気がするんですね、はい、で私から見るとすごく羨ましい気がするんですが、そういうなんか名プロデューサー前澤教授のこう人生の渡り方のコツというのは何かございますか？あの、基本的には好きなことしかやらないんですね私は、はい、まあ、ラッキーな人生だと思いますね。で、まあ、とはいえですね、あの、自分が好きなものであれば苦労は苦労と思わない。だからどん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 深入りするんです。深入りしてその中で、あの、特に新しいアプローチの仕方は何かって常に考えていて、はい、それでプロジェクトを、うん、作るわけですね。映画祭にしても先ほどの山梨ディスカバルプロジェクトにしても全然今までと違うものをやっているんですね。で、それをやるときに、まあ、自分が考えても一人じゃできませんよね。だからどうしよう、同志を発見するってこと、同志を発見するためには面白い企画じゃないといけないってこと、で一緒にやって楽しんでいくということを、まあ、基本的には考えていて、ただそれってね、大体5年ぐらいやるとね、私飽きちゃうんですね。飽きちゃうんです。あ、だからね、一番びっくりするのは割合とこう次移るとき前のこう役職みたいなのポンとお辞めになられるでしょ、うん、なんか旗から見るともったいないっていうのかな、もったいないというか、それから落ちていく人生だからね、だから落ちる前に辞めたほうがいいに決まってるしよ。韓国とか大統領とかね、1期しかできないし、5年ですし、そうそうそう、いろんなあのインスティテューションの組織のトップとかいうのも、あの、まあ、いわゆる完成のとか何とか研究所とか大体1回だけなんで、そうですね、3人がない。なるほど、なるほど。だからどんどん人が変わって、そういう感じなんですね、はいはい、次の人生、次の人生へっていう。そうですね、新しいものがその中で 見出せていければ、それにちょっとなんか脱皮人生とご自身でおっしゃってるような、そうそう、5年ごとの脱皮人生それもいいですよね、いろんなことができて、うん、まあ、一応あの5年っていう、こうスパンは比較的いいスパン、これは中国 の、うん、あの計画もいいね、5年ですよね、うん、5年、5年っていうのは大統領もそうだけど、5年でなんとかなるっていう感じなの、うん、1年じゃできません。そうです、ね、4年でもちょっとできない、5年になるとかなりとこまでいけて、自分なりの達成感は生まれる、はい、でそうすると それはまあ、それを次のステップとしてまた1段上げるとかですね、いろんな形があるんです。あのフィルムコミッションでも実際にフィルムコミッション立ち上がってですね、全国にできた後にアジアネットワークを作るっていう、はい、次の段階に進むわけですね。それまた違う世界が広がるわけです、うん、で今、まあ、作った時は6カ国だったんですけど、今は12カ国くらい入っていて、で毎年こう会うとですね、それぞれやっぱ状況がいろんな交換できるわけで、だ友達がいっぱいできちゃうわけですね、まあ、すごく楽しいですよね、うんうん、なるほどね。でも今何が一番自分では一生懸命やってらっしゃるって思われる？難しいんですけどね、たまあのそうですね、なんとなくやっぱり映像とあの離れられないんですね、うん、映像と離れられないので、実際には、まあ、アプローチとして面白いかどうかわからないんだけども、高齢者の方々に映画を見てもらって脳の活性化がどう進んだかっていうデータを取るっていう研究を始めました、はい、それはちょっと数なくなっちゃった。やっぱり活性化されるんですか？いや、活性化するのは間違いないんですよ、はい、でもあのそれがですね、現実的なデータとしてはどこにも存在しないんです、はい、だからデータ取るっていうためのものなんですけどね、データ取るっていうこと、うん、データ取るっていうのは実際には脳波を調べたり、あとは唾液分泌でストレスチェックをしたりというふうなことですね。アンケートももちろんやりますけど、それでデータがちゃんと出ればですね、それに基づいてあの何かいろんな研究というかですね、はい、あのできるんじゃないかと。でこういうふうにして研究してらっしゃるんですね。あのそうそう、はい、文部科学省 の、 あの朝鮮的邦画研究といって、邦画だから、なんだかわからないという、ね、わからないもので一応350万くらいのお金もらって実験をしました、はい、山梨の映画館の中に、高齢な70歳前後の方を来ていただいて、うん、脳波とかいろんな調べて今ちょっと分析中です。あ、私ができるのは、私はこういうことってあのプロデューサーできるんだけど、私は研究者じゃないのでできないですね、うん、ノウハウ担当はノウハウ担当で、
唾液分泌だとかそういうステッシュがまた別の研究者がいて、それをこう総合してどういう結果があるんだろうかというところですね。あ、この研究も面白いですね。だからそれができていければ、なんかその例えば、老人ホームとか特養ホームとかいろんなありますよね。そこに映画館が作られて上映されていくなんてことが十分あり得るんです。そうですね。科学的根拠があるかどうかということなんですね。そうですね。だってお年寄りって、まあ、あの前澤さんに怒られてしまうかもしれないけど、テレビをよくご覧になるじゃないですか、まあ、テレビのようなものと思われるかもしれないけど、だからそういうのお好きなんですね。年取れば取るほど意外と。そうですね、実際にあのここでは青い山脈っていう吉永小百合さんあの主演の1963年の映画を見てもらったんですけど、40人の被験者全員ですね、すごく良かった。自分たちの青春時代ですからね。そうですよね。やっぱりいろんなものを思い出して、で事後アンケートも取ってるんですけど、家族との会話が増えたとかですね、いろんな人といろんな会話をしましたというような結果も出ています。なるほど、それを聞くととてもね効果がありそうですね。さて、ほとんどもう時間がなくなってしまったんですけど、ここでちょっとお知らせを締めに入る前にさせていただきたいんですが、支援塾第3期卒業イベントをご紹介させていただきます。ちょっとここで YouTube をかけますね。あ、これは先ほどはこれを閉めてくださいと言われたので、はい、そこには私が部長としていて、部下に女性が5人いました。あ、ちょっと止まってしまいましたね。どうしたんでしょう。もう一回行きましょう。はい、その5人のうちののび子さん実は社長の愛人つまり社長の愛人が僕の部下。そうです。この究極の事件。その当時はね、ものすごく大変です。でもね、すごく学びがありました。今日はね、その私が究極の中間管理職状態を学んだことを皆さんにお話したい。私ね、中東でその会社に入った。ですから最初ね、今はアンディ中村さんという方の、まあ、講演風景なんですが、まあ、支援塾第3期生のお一人ですね。まあ、志のある講師を育成している支援塾の講師ゼミ3期生が8月28日の日曜日に東京イベントを開催します。元吉本興業プロデューサーで近年の講師ブームの火付け役でもある人材活性プロデューサーの大谷由里子さんによる基調講演です。さて、そちらの今度はじゃあちょっとこちらを止めましてね、そちらのイベントのホームページをお見せしたいんですが、こちらですね。こちらのお写真が大谷由里子さんですね。右側に出てるこのお話しされてこちらの方ですね。それで大谷由里子さん以外には、経営コンサルタントやアナウンサーや占い師とか、まあ、各方面の方々、今こちらに出ているのがアンディ中村さん、次に出てくるのはなんと私ですが、それからこのセルフイメージコンサルタントとか人材活性プロモーターとか金髪に出ていた女優さんとか、まあ、あのこちら占い師の方ですが、こちらは司会の方ですね。こういった、こちらは営業の雰囲気を教える方ですが、こういう8人でイベントをしますと。でまあ、活躍している、まあ、私は活躍しているかどうか分からないんですが、私以外の皆さんは活躍している講師のバラエティに富んだ講演をまとめて聞いていただくことができるというお得なイベントです。仕事や日常生活での新たな気づきはもちろん、人前で話す機会のある方はプレゼン力の向上にも役立つ内容となっています。さてこちらですね、詳しく今のホームページを見てくださればあるんですが、これでよろしいですか。ちょっとずれてるかしら。これですね、2011年今年の8月28日の日曜日、今度の日曜日です。午後1時から5時半まで東京都中央区京橋の支援塾セミナールームフラット、参加費は3000円で懇親会議費は無料です。なお9月11日には大阪でもイベントを行います。お問い合わせは、まあ、ホームページを、まあ、検索していただくか03-5159-0711 または info@支援塾.comの方へお願いいたします。さてこれか、そしてですね、先週あの前回ご紹介、この番組であのご紹介しましたのは、この毎日新聞の毎日 RT にリツイートしようという番組をやったんですが、番組でこちら写真わかりますが、紙面に、ね、載っております。皆さんにちょっとお見せしたいので、7月15日号に出ました。はい、こちらですね、写真が写っているから、ちょっとこちらですね。皆さんツイートしてくださった方ありがとうございました。こちらの方にツイートが載っております。ということで、
前澤さん、まあ、あの、はい、時間が本当に押してしまったんですが、あと 3,4 分しかないんですけれども、うん、あの元の問題に戻ると、映画の国際化ですけれども、日本映画を国際化するにはどうしたらいいんでしょうね。ではいろんな活動ってね、活動っていうか、なんかいろんなものって、バイオリズムとか、やっぱ山と谷があるんですよ。で、今の状況ってそれほど、まあ、お客さんは結構来てるんですけど、そのうち飽きられてると思ったんです。でハリウッド映画も今飽きられてるんですね、だんだん。で、一応こう交流してこううまくいったなと思うと、それが落ちてくるんですね。で、その時にまた別のエネルギーが生まれてくるという、それを待ってるんです。ああ、中東とかああいうところからどうですかね。新しく変えてダメですか。ああいうところから新しいエネルギーが出てくるとか。それはどうかな。あまりに突然に飛んでほとんど顔が困ってますけど。もう一つを言うとですね、あの例えばあの海外の映画学校とか出た人がいるんですね、はい、でも日本の中の映画業界は古いので、そういう人が活躍できないんですよ。でその人たちが力をつけて、つまり年を取ってくることによって、はい、お金が運用できるようになると、その人たちが開花する可能性があります、はい、ああこちらにあの前去年の10月にこちらの番組出ていただいた塩谷さんが、塩谷監督がこういうアクターズクリニックというのをやっていて、これで立派な活動ですよ、はい、ニューヨークのアクターズクリニックのようなものとところと提携して、ね、俳優さんを育てると、うんいうことで、こういうことも、ね、活動してらっしゃいますね。だからこういうところから、まあ、ニューヨーク の,、うん、あのドラマの学校とか行って、世界的に、まあ、英語 で, あので、ねでね、出られるような、出演できるような女優さんとか俳優さんとかがこう誕生してくるといいですね。幅が広がって、留学するっていうことになったのは最近なんですよ、はい、海外に、帰ってきてもやっぱり25から30ぐらいなわけです。そうするとやっぱり実験がない、つまり日本の中にあんまりこう定着してないので、スポンサーとかなんかなかなかつかないんですよ。その人たちが10年間ぐらいやっているとですね、だん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 それが認知されてきて、その人たちが作れる環境ができてくる可能性がある。そこに私は期待してますけどね。まあ、塩谷監督 の, あの息子さんもこの秋から留学するとか言って、蟹瀬さんの、うん、テレビキャスターの蟹瀬さんのお嬢さんも留学されるとおっしゃってましたね。はいはい、実はこれ の, あの私はあの練習風景っていうのを見にあの行きまして、先日。はい。でまあ、アメリカから先生が来てこうやってやるんですよと教えてらっしゃいましたけれども、まあ、私は日本のドラマ学校知らないんですけど、きっとアメリカ風で普通とは違うんでしょうね、日本風とは。そうですよね、うん、それぞれやっぱり個性っていうかね、自分の磨くっていう方向でいくでしょうから、なんか演じることを学ぶんじゃなくて、自分の個性っていうのを大事にしたような形でやってるんだと私は思いますけどね。まあ、あの前澤さんの本当に活動は素晴らしく、本当に尊敬に値して、私は自分の人生何してるのって、この年の差分私も追っかけて頑張らなきゃいけないなと思っているんですけど、さてこれであの来週なんですけれども、来週ではないです、来月ですね、こちらあの9月28日水曜日の配信になるんですが、10月に劇場公開予定の映画ユリコ・ラズビダーニャを撮られた浜野幸監督と、浜野幸監督を支援する会の西山千恵子さんをゲストにお招きします。まあ、この映画は静岡県で撮影されたということで、今日前澤さんからお聞きしたお話も踏まえて、いろいろお話を伺っていきたいと思います。浜野さんよく知ってますよ。ああそうですか。山梨に呼んだこともあります。ああそうですか。まああのね、これはあのまあ西野さん、西山さんというのはあのジェンダー論の実は研究者で、あの女性の政治参加拡大で私は知り合った方なんですけれども、研究者の方で、彼女のような人が彼女 の, あの浜野さんの活動を支えていらっしゃるということで、まあ楽しみにあのしております。楽しみですね、はい。ということで今日は山梨県立大学の前澤哲司教授に日本映画の国際化についてお聞きしてまいりました。これで原まり子のグローバルビレッジの配信をかあの終わります。前澤さんどうもありがとうございました。今夜はどうもありがとうございました。